コメント欄を見ておりますとね、皆さんの、気持ちがよくわかる。切なくてね、涙が出てくることもあります。まあ、こんなことを書いてらしてね。恩返しがしたい。毎日、こう、たくさんね、いただいてます。いただいているメールでもね、よく書いてありますね。まあ結局ね、お金のことなんかでもね、自分のためじゃないんですよ。恩返しがしたい。もっとお金があれば、あったらね、家族に辛い思いをさせなくていいのに。もっとお金があったら、苦労させないで、恩返しができるのに。恩返しできないことが辛いんだと。そういう自分が辛いっていう。ね。はい。お帰りなさい。案内人の池田芳香です。今朝のことなんですけどもね、朝はね、ようやく涼しくなって、ね、気温も25度ちょっと下回ったのかな、これ。まあ、ようやくですよね。秋らしくなってきて、まあ、いつも明け方にはね、私は目覚めるんですが、まあ、せっかくなんでね、もう少し寝ようと思って、たらね、もうねビリビリくるんですね。まあそんな感じで起こされまして、なんでね今日はまだ眠いんですが、皆さんもね昼間眠い方なんかは夜中ね寝ている時に神様や守護霊さんに会ってるんじゃないでしょうかね。まあそれで。今朝はお叱りを頂戴しまして、まあ、お叱りっていうか、叱咤激励ですね。あ、そうだ。あのね、どなたかね、日光に行かれましたか？日光。日光東照宮。ね、お参りに行かれてますよね。それで、私のところに来られたんだ。東照大権現。信号でね、名乗られたものだから、最初はちょっとね、あれでしたけれども、家康公、ほんとね、ビリビリきまして、ものすごい気なわけですよ。普通神様ってそういう圧力みたいなものは感じないんですけども、ほんとね、ものすごい気でね、東照大権現徳川家康公。神様としてのお名前、十薬師如来、東照大権現、小一家康公。あ、今ね、微笑んでおられますけどもね、正式にね、正確に名を呼ばれたのは100年ぶりって、そうですか、まあ、確かにね、この十薬師如来はね、まあ、増上寺か東照宮の司ぐらいしか言わないんでしょうからね。はい。なんで貴殿は人の知らぬことを存じておるのかねって、わかるのかと。今は、私に聞いておられますけども、まあ、わかるからわかるとしかちょっとお答えしようがないです。はい、はい、では神霊東照大権現の御御霊になりかわりまして、私案内人池田芳香、
東照大権現のお告げ、お伝えします。南無十薬師如来、南無東照大権現正一、征夷大将軍源の家康公。神君の意をもって日の本を守りたまえ。我ら日の本の人々をいて木から守りたまえ。遠い清獣南蛮北敵から守りたまえ。七不思議というのがあるんです。世界の歴史の七不思議。その中で不可思議な平和というのがありまして、ご存知ですかね。なぜか家康公がトップに立ったその時から平和になった。日本はその時から250年余り、260年ぐらいかな、日本ってなぜかずっとね平和だったんですね。戦争してないんですね。ピタッと戦がなくなった。まあそんなのね、まあ日本人は知ってますし、まあ日本人にとったら常識でしょう。大体鎖国しているし、徳川幕府が続いているし、まあ、国内でね戦争する理由がなくなってるし、それがね違うんですね。外国の人、海外の歴史家、まあ、よその国の歴史家から見たら日本ってね異常な国に映ってる。こんな国他にないんです。日本人はおかしい。変だ。いや、おかしくないよ。ね。変なのはそっちだよ。ね。でも、外国の歴史学者から見たら日本は変な国。不思議の国、日本。縄文時代なんかもあれですよ。なんと、1万年ほぼ戦争してなかったって言ってますけれども、ね、そんなのは過ぎ去って、家康公はもうね、胃の腑がどうにかなりそうだって言ってます。今の日本は見ていて胃がキリキリして痛い。どうにかしろ。狙われているのがわからないのか。わかりますよ。知ってます。知っている方もね、多くなってきていると思います。どうして、なぜ、こんなに移民をたくさん入れようとしているのか。治安だってね、これから悪くなりますよ。あれ、ね、ほら、北欧のスウェーデンでしたっけ ?500 万あげるから、自分の国に帰ってって、移民の人たちにね、帰ってもらうために、500万だか490万だかね、渡しますって。渡しますから帰ってください。そんなにね、切羽詰まってるんです。まあね、これはね、日本に馴染む人はまだいいですよ。いいんです。いい意味で、日本を学んで、日本に溶け込もうと頑張っている人たちもいるんです。そういうね、外国の方たち、外国人の方がいるの、私知っております。うん。私ね、知り合いに能楽師の方がおりますけれども、アメリカ人の方でね、お能の面を作ってらっしゃる。まあ、そういうね、日本の魂に憧れて、日本に住んでらっしゃる方もいます。日本のね、お米から神様に捧げるね、このお酒の文化に感動して、ね、日本酒作りの杜氏になる勉強をして、杜氏になったイギリス人。ね、世界に日本酒、この日本酒の素晴らしさを広めてくれている人たちもいます。ただ、そういうのじゃなくって、日本に来て、我が物顔で振る舞う。
あのね、日本の中に自分の国を作ろうとかね、外国にしてしまおうっていうに外国人もいるんです。ね。移民、事実、います。今ね、鎖国、鎖国って言葉が響いてますけれども、はい。まあ、わかりますけども、そうですね。うん、まあ、緩すぎますよね。うん、緩すぎると舐められますよね。うん、まあ、事実ね、舐められているところはあると思います。移民、なぜかね、日本で実験されようとしているあれとかね、うん、日本人を舐めてるのか、まあ、そう思われるようなところがあります。うん、信長秀吉家康公の頃にもそういうのがあった。あった。うん。まあ、植民地ですよね。それを避けるべく、征夷大将軍徳川家康公は鎖国に踏み切った。はい、そうですよね、家康公。ね。秦嶺東照大権現もおっしゃってますが、流れっていうのがあるんです。時代の流れ、世の流れ、時代のエネルギーが動いていって、ある時気がつけば世の中があっという間に変わってしまう。あっという間に変わっちゃう。もしあの時ですよ、家康公が鎖国してなかったら日本はスペイン、ポルトガルの植民地になって、女性は売られてね、男はね、まあ奴隷戦の漕ぎ手になってたのかもしれない。てかね、なってたんでしょうね。あの後のね、黒人たちのね、奴隷になっていくのを見れば、あの歴史を見れば、日本人だってね、日本人がそうなってたのかもしれない。それを瀬戸際で家康公が防いだ。うん、そうだ。おっしゃってる。あ、そうか。逆だっておっしゃってるのはそうか、うん。あのね、鎖国しろって言ってるんじゃなくてね、徳川260年平和だった日本の歴史を知らしめよ。神と仏の愛はこの国のありようを知らしめよ。さすれば、徳川が成した260年の長き平和のごとく、やがて世界はあまねく平和の実りを永久に楽しむであろう。時代の流れ、世の流れ、時代のエネルギー、流れっていうのは、最初は小さい流れでも、それがやがて集まって大きな流れ、時代の流れになっていく。私もいつも言っておりますけれども、初詣は神社に行ってキリストの教会で結婚式を挙げてクリスマスも祝うし、ね、ハロウィンもありますけれども、神様、仏様を敬って、で、自分の好きな神様がいて、どの神様が好きだと言っても日本では迫害されない。譲り合って、一緒になって、お互いの神様、仏様、天使たち、ね、宇宙の神様を、精霊たちを、敬い、愛する。矢をよろずの神々の精神。広めていきたいですね。冒頭に、恩返しの話をしたけれども、こういうね、徳を積む、この恩返しもあるんじゃないかな。命をくださった、命をくれた神様への宇宙への恩返し。そういう、日本が妬みなのか、何なのか、憎いっていう人たちもいるみたいだけれども、そういうのに負けるわけにはいかない。ああ、そうか。ああそうか。家康公ってね、征夷大将軍ですよね。東照大権現。ね。お出ましになったのはそういうわけですか。大事な流れが今来ている。そういうわけなんですね。うん。
世の流れがこれから大きく変わる平和か、あるいはそうでない世が来るのか、今私たちの心一つにかかっている。お誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。またね、称名の儀をさせていただきます。お名前をね、寄せてください。これは大事な大事な神様への恩返しです。徳を積むことでもあり、大切な恩返しでもあるということが分かりました。皆さんの力も高めます。あなたの力も高めます。あなたにとってベストの願いが叶いますように。皆さんにとってベストの願いが叶いますように。あなたのその高い魂の力で後押しをしてあげてください。見えない力が守っています。みんながあなたを守っています。大丈夫、大丈夫です。それでは次の動画でも今のあなたにぴったりのお話をしていきますので、次回の動画でまたお会いしましょう。案内人池田芳香でした。